直前に開かれた東アジア首脳会議で中国を名指しして尖閣諸島を念頭に東シナ海で日本の主権を侵害する活動が継続されていると発言しましたが今回の会談で日本側の主張を直接中国の習近平国家主席に伝えることにしていますまた中国が軍事的圧力を強める台湾問題についても懸念を伝えるとみられます 一方で岸田総理は昨日対話を進めていくスタートとなるような会談にしたいと述べていて今回の会談では日中関係改善への糸口が探られることになりそうです。